大丈夫かな。犬ほっといて大丈夫じゃないと思うんだよな。余計なことすんじゃなかったら。だー、とりあえず上行って、でここの鍵じゃねえかな。あ、そうだね。どうすれば開くんだ。名簿を見つけた。肉を買っている客の名前か。封筒。お、開いた開いた開いた。何この。このエリアの証拠をすべて見つけた。古い写真。鎖につながれた一組の子供たち。ルイス・ノーマンとその兄弟たちと職場にて。怖すぎんだよな。あー、でこれつけてたら来ないから。なんかない？いやー、セーブしとっか。一回セーブしとっか。いや、向こうの子供を助けられるかわからんな。よし、アメちゃん持って。ちょいちょいちょいって、銃持ち始めてんだけど、このバーバー。ちょっと待ってよ、ここにいて。こっち来るよね。殺される？あ、ギリギリ、ギリギリ大丈夫っぽい。あ、いいぞいいぞいいぞ。よし、行くぞ。で、ここで待っといて。どれがどの足跡だかわかんないな。あー、びっくりした。誰これ。ちょっと待って、じゃあこのまま行った方がいいかな。で、これで大丈夫だったじゃん。そう、ギリギリ大丈夫だったんだよ。で、このタイミングで行く。いや、大丈夫かな。よし。で、あのおばちゃんがこっちに入ってこなければ。入ってくるんかい。うわ、子供をさ、掴んでいけないのかな。あ、掴んでいけるっぽいぞ。あ、やべやべ、つかめるっぽいね。いいね、これでいこう。つかめるの知らなかったな。だったらもうこれでババババババっていけますから。よし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 、いいぞ。ただ犬がいるからな。よし、出られてよかった。ゴーホームしたいんですけど。あ、子供たちを全員救出した。できなかった。犠牲者を出さなかったになってる。 This blood, I'll never get it out. Damn, really like this shirt.
Those pig masks were so stupid. A whole family of fucked up retards. Can't believe what I just saw. And were they really selling the meat? Who to? I don't want to sound paranoid, but there's got to be a link between all these psychopaths. So, what's common to a talentless clown, the town's richest heiress, a surgeon who smuggles vital organs, and a family of cannibals? Apart from a sick attraction to children. いや、まさかね、本当に帰れちゃうと思わなかった。まだ二人残ってるから帰れないよってなるかと思ったんだよ。ごめん、二人。お気に入りのシャツに血がべっとり。畜生、洗っても落ちないぞ。あの豚マスクには口があんぐりだ。家族揃ってイカレ野郎とは。自分で見たものが信じられん。本当に肉を売っていたのか？だとしたら誰に？ノイローゼと思われそうだが、この狂人どもは見えない糸でつながってるはず。能なしピエロと大富豪の跡取り娘、臓器密売人の外科医。人食い家族との共通点は何だ？子供たちへの異常な執着心を除いてだが。繋がってはいるよね。ただドアが開かない。ガレージへ回る。は？大丈夫？ちょっとぶっ壊されてんだけど。おい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 、これは一体。いや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 、マジか。壊されてるよ。大丈夫かな。行って。よく死ななかったね今。あのクソども家をめちゃくちゃにしやがって。誰がやったのこんなこと。信じられないクソどもが。スイッチをいじっても無駄。俺が甘かった。ジェシーの言う通りだ。一人でやってるからだよ。はっ、こいつは難を逃れたか。線は切られてるが。うわ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 、血だらけ。あ、猫が。けだものどもめ。え、猫？猫に罪はないだろ。猫ちゃんなのこれ。しかも床にわざわざ血の跡まで。あの飼ってた猫ちゃんだって田舎。あ、最悪なんだけどマジで。クソったれどもが。くっ、うわー、全部やられてる。なんかびっくりマークついてるけど、他には何もない。壊れたフレームの中の古い写真を見つけた。写真は無傷。全部元に戻せるのか。いや、そういう問題じゃないよね。もうここに住んでられないでしょ。たく、見事にぶっ壊してくれたな。待って待って待って、どうすんのこれ。待って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 、クソったれどもが。く、待って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 、待って待って、助けてー。ちょ待って、で10、ちょ待って待った。あ、いやいやいや、あ、チャイム鳴らしても仕方ない。チャイム鳴らしたくて鳴らしたわけじゃない。あー、くそ、危なかった。待ち伏せか。サーベルを見つけた。ジェシーが正しい。用心しないと死ぬぞ。逆に言えば真相に近づいてると思う。弾ない弾。いや、まさか出てくると思わなかったよね。まだ潜んでる。隠し部屋は徹底してやがる。はい、びっくりした。どこ行った。よし、まだいる。電気が来てない。いや、隠し部屋は大丈夫っぽいぞ。ちょっと見えないんだよね。ライター、ダミーボン。あ、え、開けらんないの。スイッチをいじっても無駄だ。電気が来ていない。スイッチじゃないけど入れないよ。
電気が来てない。ヒューズでどうにかできる？死んじゃうんじゃない？もう一回やったらバリバリって。あっ、できたわ。よし、とりあえずダミー本を。こっちからもさ閉めておいた方がいいと思うよ。ふう、こっちは無事か。うん。で、どうする？電気消えましたが。あとは、なんだろう、まあ、とりあえずタバコ吸っとこう。日誌。何？あとやることって。とりあえず全部もう一回調べてはみるけど。この鍵は何かに似ている。この写真、この子供たち。彼女だ。間違いなくシルビア・スカーレット。そしてこっちはあの変態ピエロにそっくりだ。こっちはノーマンで、こっちはミゲル。あー、あの写真ね。はい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 。なら、奴らは全員知り合いか。だが、どこで撮ったんだ？それに誰が？え、マーメイド酒場に行くの？とりあえずじゃあ行くだけ行ってみようか。One or two whiskeys? Why not?Didn't even have time to give that cat a name. Don't know who's behind all this, but they know where to find me. Wise up, Smith. Gotta look after number one now. ウィスキーの1、2杯なら構わんさ。あの猫、名前をつけてやる時間もなかった。こいつが誰の仕業であれ、奴らは俺の居場所を知っている。知恵を絞れ、スミス。今は我が身を守るんだ。警部に話すればいいじゃん。怪我は治ってるね。大丈夫だね。なんか取れる？コイン。こいつと話すんのか、もしかして。スミス、もうお戻りか？酒をやめると言ったのは昨日だぞ。はい。ふん、慣れっこだろ。とりあえずスコッチをくれ。飲みたい気分なんだ。スコッチ。いや、このじいさんに近づきたくないんだよね、上とか言うから。よう、スミス、今日はなんか沈んでんな。ああ、いくつか物資の問題が生じてな。飲むか、おごるぞ。では、遠慮なく。ロバート、もう一杯頼む。ちょいと飲みすぎたら、帰らにゃいと、さっさと帰れよ。こないだもいただろう。ここにいるの子供か？スミス、今日はマジでキレがないぜ。やんなことあったんだもん。悪いが、ジョークに応じる気力もない。あのな、ここに統計のチケットがある。見ればちょっとは元気が出るかも。統計のチケット？統計だと？グルーミーウッドで違法じゃないのか？まあ、軽くな。妙だな。俺も似たようなチケットを見た。ギャレット、おかげで明暗が浮かんだよ。ありがとう。ここに行くのか、じゃあ。ああ、お安いご用さ、スミス。ちょ、もう警察に話しようぜ。同僚に話しに行こうぜ。ギャレットによれば、このチケットで刀剣場へ入ることができる。また犬かよー。え、このまま行くの？え、なんかない？なんか取った方がいいもん、またない？ジュークボックスに小銭がない。これでいい。あー、なんか聞けるんだ。あ、音楽変えれる。奇妙な物体。これ何？奇妙な物体って。
手に持ってるわけでもないね。さあ、ここから一回家に帰るんか？見えない。The same ticket I found at the Norman place. Illegal fighting in the kennels at a scrapyard. Perhaps Garrett's tip wasn't so bad this time. Perhaps my luck's about to change at last. If you can call any of this luck, more like a curse. ノーマンの家で見つけたのと同じチケット。廃品ヤードの検査で違法な刀剣が行われている。今回のギャレットのネタは掘り出し物だったか。ようやく俺にも運が向いてきたらしい。まあこいつは幸運というより呪いって方がしっくりくるが、よくそんなんこんな状態で幸運なんて言ってられんね。はあ？いえ。いやもう本当にさ、あそこ開けたらまた、ちょっと待って。電気電気。ヒューズ、多分ヒューズ使わないとダメでしょ。よし。うわ、なんだなんだなんだ。もしもし。やあ、ジェシー。助けてくれ。あら、スミス、大丈夫？大丈夫じゃないよ。さっきまではな、クソどもが我が家を見つけてめちゃくちゃにしてきやがった。そんな、そっちへ行くわ。早く助けに来て。気持ちは嬉しいが、ジェシー、今は血と取り込み中でね。もう起きるよ。うっそー。待って、それでも行くわ。放ってはおけないし。ジェシー、奴らは猫を殺した。なんてこと。本当に本当に注意して。スミス、こいつら本気よ。頑丈な鍵を取り付けるべきかも。そういう問題じゃねえってば。任せるよ、ジェシー。今から刀剣を見に行ってくる。チケットがあってね。とにかく気をつけて。ね。もう気をつけようがないよね。もちろんさ、君には世話になりっぱなしだ。は、こいつは難を逃れたか。線は切られてるが。なんで関わってきたの？怖すぎるんだが。下さ、開けたらさ、また。スイッチをいじってもだ、電気が来て。え、なんで？戻したじゃん。切れちゃった？行って！これでいいか。私取っちゃったんかな。この下にまたなんかいるかもしれない。なんかこんなんだったっけ。ほいで、とりあえずここら辺また持ってって、この2枚のチケットよく似てるな。これとこれね。ドギーダグの剣者のチケット、これ合わせてみる。刀剣と何か関係があるのか。ノーマンと残りの異常者たちとも近くで見ておこう。これ、いや、なんかまた調べなきゃいけないかな。この古い写真、漁師邸の前にいる制服姿の子供たち、こいつらが犯罪者のやつらってことだよね。レシピ本、ヒューズじゃない、これでもない。あと見れるのは、ドギーダグ、ふざけた名前だ。あー、元兵士の廃品業者、前科がずらりだ。怖すぎるんだが顔。ドギーダグの廃品ヤードだって。はい、ということでめちゃくちゃ長い時間やってしまいました。あそこ苦しかった。
ったやば、毎度のごとくね、本当に。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。